皆さんこんにちは、高翔です。田村です。はい、今日のテーマなんですけれども、上智大学の法科大学院が不適合評価、司法試験合格率が平均 37.65% の半分以下に低迷ということでございます。はい、はい、まあ、皆さん法科大学院って知ってると思うんですけども、はい、まあ、いわゆる、まあ、法曹になるための、まあ、弁護士、裁判官、検事になるための司法試験に通るための、まあ、学校ですよね。そうですね。で、まあ、一応立ち位置としては、まあ、大学院みたいなところになっているので、まあ、基本的にはですよ、大学4年間卒業した後に行く場所ということなんですよね。はい、でもちろん予備試験とかってものもありますので、まあ、その法科大学院に行かなくても、まあ、弁護士とか法曹に進める方法というのはあるんですが、まあ、多くの人は、まあ、比較的法科大学院を経由するということなわけですね。うん、そうですね。で、まあ、やっぱり、まあ、上智ですからね、うん、そのまあ、一般的なその偏差値的なものでいうと、まあ、上の方にあるかなってイメージの人が多いと思うんですけども、まあ、なんとですね、上智大学の法科大学院が不適合評価を受けてしまったということなんですね。はい、ちょっと記事を、ね、引用したいと思います。はい、文部科学省の認証を受けて大学などを評価する大学改革支援学位授与機構は23日上智大法科大学院を不適合とする評価結果を公表した。でちょっとこれいくつか話したいんですけども、大学改革支援学位授与機構ってなんだそれと聞いたことない人がいると思うんですけども、うん、ぜひあの検索をしてみてください。はい、あのこちらですね、独立行政法人なんですけれども、大学を評価したりとか、うん、もしくは学位を与えるってことに対する、まあ、その事業を実施している機関なんですね。なるほど。で、例えば結構面白いデータとかを僕らに公表してきてくれていて、例えば各大学の男女比ですよね、うんうん、とかを調査してくれていたりとか、はい、あとは年齢比、あ、はい、あのまあ、ちょっとこれはねグレーな話もあるんですけどね、はい、例えばその医学部の年齢差別とか あったじゃないですか。ありました。まあ、はい、もちろんね、年齢比を見たからといって年齢差別をしているとは分かんないですけども、うん、あ、でもこの医学部は結構年長者の方も入ってらっしゃるんだな、うん、この医学部は全然25歳以上の人いないなとか、うんうん、まあ、そういうのが、まあ、分かってくるみたいなこともあったりします。はい、はい、あとは当然ですけれども、いろいろな、まあ、大学のですね設備機関の研究支援だったりとか、うん、あとは国際連携とかもいろんなことももちろんやってらっしゃいます。うん、はい、なので知らない人結構多いと思うんですけども、あの大学のデータとかを知りたい人は一回見てみる価値のあるホームページとか検索してみる価値のある情報だと思います。はい、話を戻ります。うん、でこの機構によると、同大学院、まあ、上智大学の大学院の司法試験の合格率は低迷していると。2022年は 13.33% だったということであり、直近4年間は全法科大学院、つまり世の中にある全部の法科大学院の平均合格率、ね、2022年はなんと 37.65% だったそうなんですけども、そこの半分にも満たしていないと。まあ、そうですね、37% の半分ですから、うん、まあ、18.5% とかなるんですけども、それすらまあ満たしていないと。なんなら3分の1ぐらいじゃないかということで、うん、まあ、継続的な改善の取り組みが認められないとしたと。うん、はい、で国の補助金には適合認定を条件とする場合があると。文科省は今後大学に報告書の提出を求め、法令違反の有無を確認するということでございます。なるほど。はい、まあ、要はですね、全然受かってないよねっていうのが、まあ一個の結論なんですよね。はいはい、はい、でちょっとですね、あのこれ実はなんでこの記事を取り上げようと思ったかっていうと、まあ、この記事自体はまあただのニュースなんで、まあ、皆さんも見たかもしれないですけども、うん、ヤフーニュースですね、はい、あのリンク貼ってあるんですけど、はい、あのおそらく皆さんが見てる時も消えてないとは思うんですけどね、はいはい、このニュースのコメントに結構何度か記事でも取り上げさせていただいた石渡さんっていうね、はい、教育ジャーナリストの方って言われるかな、うん、まあ、受験ジャーナリスト、大学ジャーナリスト、ちょっと分からないですけど、うん、あの専門家の方がいらっしゃって、その方がコメントされてるんですよ。はいはい、で僕、それ見て、あ、なるほどって思った部分もあったんで、はいはい、そのままあのコメント読ませていただきます、石渡さんの。はい、ちょっといいですかね、はい、法科大学院は放送需要の拡大を見込んで2004年に創設されました。うん、はい、当初は法学部以外の出身者や社会人出身者も放送資格を得られるということで人気に、ピーク時は74校まで増えました。しかし、実際には旧司法試験と同様あるいはそれ以上に難しく、そう簡単に合格できないことが判明します。さらに下手に法科大学院を修了すると、司法試験の受験機会は5年で3回まで、それ以上不合格となると受験資格を喪失するという厳しさでした。まあ、後に緩和と書いてあります。しかし補助的だった司法試験予備試験だと法科大学院は関係なく、このルートが人気となります。結果2023年現在法科大学院は34校まで減少しました。しかも合格率の実質トップは予備試験で97.53%、うん、大学別だと京都大学の法科大学院の 68% となっています。うん、放送志望の学生からすれば法科大学院は魅力に乏しいところが多く、うん、今後も複数の法科大学院が募集停止となる見込みですということなんですね。なるほど。はい、うん、で実際ですね、ちょっと補足をさせていただきますとね、はい、旧司法試験と同様に今の司法試験が難しいかどうかというのは、まあ、ちょっとこれは議論があると思うので、うん、まあ、今回はそこはあの僕は議論する気はありません。はい、まあ、石渡さんはそうおっしゃっていたけどね。はい、で、まあ、下手に法科大学院を卒業
業すると5年のうち3回までっていうのが、まあ、実際に縛りが最初あったというのも、まあ、これも結構そのネガティブな印象を与えた1個の理由だったりするのと、うん、あと結局ですね、予備試験に行ったとしても、はい、法科大学院に行ったとしても、はい、自分の勉強が大いに必要なんですよ。うーん、なるほどですね。司法試験においては、はいはい、でしかもですね、その法科大学院を卒業すると、まあ、そのままね8割方9割方合格できるならいいと思うんですけど、司法試験を、まあ、そうではないわけですよ、うん、そうですね、まあ、自分で勉強するなり、うん、まあ、結構、まあ、ぶっちゃけて言うと、まあ、塾とか、うん、そういう、まあ、通信教育的なものを使っている方が多い、うん、なるほどですね、はい、でもちろん予備試験受ける人もそうですよね、はい、そうですね、そういう予備試験向けの対策講座を使っている方が多い、自分で勉強しないといけないってことですよね、結局ね、結局ね、うん、うん、ってなると、え、まずそもそも法科大学院2年ないし3年、うん、行く意味って何なのってこととか、うん、はい、あと、まあ、決して安くないんですよ、うん、決して、はい、なので、いや、じゃそのお金を出せるなら、うん、それを塾代にぶっ込んだ方がいいんじゃないかとか、なるほど、まあ、まあ、いろんなこと考え、もちろんそこを進学した方がいいと思う方もいるし、はいはい、いろんな考えがあるんですけど、まあ、ただ、はい、当然ね、そのお金かかない方がいいじゃないですか、もちろんそうですね、そう、うん、し、例えばその他の大学に行っちゃうと2年とか3年の縛りはありますよね、うん、ただ予備試験だったら受かればもう用意どんですからね、はいはい、そうなので実際は法科大学院に行くんだけど、うん、予備試験も受けていて、うんうん、予備試験に受かっちゃったから法科大学院辞めて予備試験の方で合格を目指す人もいます。なるほどですね、はい、うん、なので、まあ、これ結構複雑なんですけども、うん、まあ、実際そういうこともあって、はい、法科大学院はかなり減少してるんですね、はい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 、大体半分ぐらいになったというふうに言われてたんですけど、まあ、石渡さんが正確な数字を出してくださっていて、一番最初に74個で、今34個ですって、うん、僕ね半分ぐらいって考えてたんで、はい、僕が思ってるよりちょっと減ってるから、そうですね、半分以下ですね、そう感じでしたね、うん、で結局これって、うん、なんでじゃあそうなってるのかっていうと、はい、受からないんですよ、受からない、あ、そうだ、うん、それこそ一番最初74号って、はい、え、本当に大丈夫みたいな法科大学院もあったんですよ、うん、一応なんかこうドカーンとね、法科大学院創立みたいなあったんですよ、はいはい、いろんな大学とかで、はいはいはい、いやでもちょっととね、そのレベルの学生さん集めても、はい、合格厳しいんじゃないですかみたいなところが結構多かったんですよ。あ、名ばかりになってしまってるっていうことですかね。そう、法科大学院っていう看板はついているけれども、うん、まあ基本的に勉強のレベル的にはそこまで到達できてないよねっていう。あ、はいはいはい、なので、まあ、そういう意味で言うと、まあ、最初から厳しい大学院があったっていうのはまあ分かっていたことなんですけど、はい、ただやっぱりまあ上智とかもね、うん、まあ、それなりのまあ子たちを集めているであろうと、うん、まあ、皆さんは想像できると思うんですけども、はい、そういう場所でもまあ正直これしか受かってないのはやっぱり相当問題だよねと、うんうん、っていうのが まず言えるんじゃないかなと思いますね。そうですね、だからそもそも司法試験を受けるという段階以前に他大学院に受かる受からないというところで、うん、まあ一定のところに受からないともうね、あまり望みっていうのは高くないような状態になっちゃってるんじゃないのかなっていう気はしますね。はい、うん、なので、まあ、それがいいか悪いかというのは置いといてですね、うんうん、まあ、そういう状況があるぞということでございます、はいはい、ということでね、今日の話は以上なんですけども、今回もですね、いただき物がございます。はい、はい、ね、ちょっと住所は書くけど、まあ、こういう感じで透明できたんで、うん、まあ、本命も全部見えてしまってるんですが、はい、今回はですね、日経 BP 社さんなんですかね、はいはいはい、そちらからいただいているという形になっております。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、あ、これがお手紙ですかね。はい、うん、そうですね、はい、勉強嫌いな子でも一流大学に入れる方法。あ、これが本の名前ですね、はい、勉強嫌いな子でも一流大学に、まあ、入れる方法、うん、入れる方法なのかな、入れる方法なのかな、入れるですか、ね、まあ、どっちかはね、はい、入ると思うんですけども、はい、親御さん必見、大学入試改革完全対応マニュアルということで、うん、まあ、書かれているということでございます、はいはい、で日経 BB 社さんからです、うん、竹内さんという方かなのが著者なんですかね、はい、ということで、まあ、お手紙というよりは、まあ、なんかビラみたいな感じでいただきました、はいはい、まあ、ちょっとね、軽くせっかくなんで見させていただくと、結構持ってる分厚くてですね、300ページ以上、うん、ありますね、320何ページありますね、分厚いですね、うんうん、で今回その竹内さんという方は、ごめんなさい、僕があの過分にして、存じ上げなかったんですけども、うん、東大出身の方で総合型選抜指導のプロの方ということだそうでございます、うん、はい、はい、まあ、塾とかをやってるんですかね、ホワイトアカデミーというところをやってらっしゃると、うん、はい、いうことで、すいません不勉強で申し訳ないんですけども、はい、はい、まあ、基本的にはそうですね、うん、あの保護者の方向け の、まあ、その受験の勉強法本、ノウハウ本っていう感じですかね。うん、そうですね、うんうん、でまあ、例えばその就職のこととかもちょっとこう要素に入っていたりとか、
あとは面接だったりとか、うんうん、あ小論文のこととか、うん、そういう、まあ、ことが書かれているかなというふうに思いますね。そうですね、総合型選抜とかの方法について書かれている感じですかね、うんうん、なので、まあ、そうですね、どちらかというとなんか、まあ、一般受験にめっちゃ力を入れるというよりは、うん、一般受験の話も多少書いてあるっぽいですけど、どっちかというと、はい、その総合型選抜とか、うん、学校推薦型選抜の公募型とか、多分そっちからの話なのかなというふうに思いますね。なるほど、はい、まあ、あの本ありがとうございます。はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。